演奏してくれましたよ、拓也&よしおのお二人です。よしお、よしおの人に出会いました、拓也&よしおは、本年で20回目の出場となります。でもね、この後も面白い。なんで参加しているのかわからなくなっている時もあるっていうんですね。でも審査会の名物でとどまらないように頑張ろうと思いますってね。それで今年もやってきたそうです。皆さんね、見てもわかるように、いつもおなじみのね、いつもとおなじみのコスチュームで今日もね、出場してくださいます。出場にあたっての思いは、今年は何か特別の年になってしまっていますが、我々は今まで通り一歩でも進歩したところを見せられるようにフルスイングで頑張りたいと思います。そして何らかのメッセージにつながる表現をできたらいいなと思っているそうですよ。シェンプレアデランテということでコメントいただいております。なんかね、いつも会場にこう出てくると、よしおとかと声がかかってね、もうすごい川端ではおなじみの方で、ね、人気ですよね。さて、でも演奏が始まると、このお二人、緊張するんでしょうかね。それでは、曲はですね、ダンサ・デメンス・メビューロ、売れたトウモロコシの踊りと、カミリート・デル・インディオの2曲を演奏していただきます。それでは、タクヤ&ヨシオのお二人、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
端のようにはできません。戸端のようには歌えません。ごめんなさいロセント、ごめんなさいロセント、戸端のようにはできません。戸端のようには歌えません。ごめんなさいロセント、ごめんなさいロセント。歩くしかない、神に取れる引力を、神に取れる引力を、歌ったって上向いても仕方ないのも分かってます。神に取れる引力を、神に取れる引力を、道端の石ころに口づけすることもできない。神に取れる引力を、神に取れる引力を、だけど今日ここでだけは瞑想させてください。神に取れる引力を、神に取れる引力を、道はあるから、休みながらでも歩き続けても構わない。神に